You're listening to Shibuya Cross FM.本日も始まりましたスポーツグラデーション、メインパーソナリティの三好誠です。この番組は元サッカー日本代表奈良橋明さんとともに多彩なトークで人付けしていくスポーツバラエティ番組です。奈良さんよろしくお願いします。奈良さん、はい、おめでとうございます。何がですか？息子さんがねチーム決まりましたね。あ、そうですね。ちょっとニュースになってて、はい、顔パッと見たらイケメンなんですよ。へえ、嫁になんで良かったですね。何が良かったんですか？良かった。かっこいい。かっこいい。僕はもう本当にみんながなんか知らないですけど、たまたま他のそのファンの人たちから DM が来て、はい、さんの息子さん決まったみたいですよ。はい、イケメンですよって言って、はい、あ、になって良かったねっていう話をしました。顔じゃないですから。プレーで見せる。ここからですよね。ここからです。ね、本当試合出てなんぼですからね。スタートラインに立ったんで、ここからはもう、はい、もう本人次第なんで、うん、ここまでは。まあ親父もそれなりに、ね、はい、やられサポートしましたけど、はい、もうここからはもう本人次第の、そうですよね、頑張ってほしいですね。頑張ってほしい。今 J どこのチームなんですか？ J3 の藤枝舞 FC というチームに、はい、まあ加入が決まったので、はい、まあここからね、また、ね、まあ全然もうあの下からですから、いいじゃないですかね。全部這い上がって、上がるだけですから。そうですね。ね、上がってっていずれはね J1 でやってほしい。いずれこの番組もね。来てもらえたら、いや来させませんよ。何言ってるんですか。出てもらっていいじゃないですか。来させませんよ。っていうかもう入れ替え、奈良橋さん組でうちのファミリー誰も来させませんよ。息子さんがレギュラーになるっていう新しいパターンでいいんじゃないですか。何を言ってるんですか。僕は個人でやってますけど、はい、息子はもうクラブチームですからね、はい、ですから、はい、管理されてますから、ね、何を言ってるんですか。期待しておきましょう。そんなことあっても追いかけていきましょう。来させませんよ。分かりました。何も。さあ、そして本日のアシスタント2名です。まずはどうぞ。はい、普段ミュージカルなどに出演してますカジュレミナです。お願いします。お願いします。さあ、もう一名。はい、薬剤師シンガー直道と申します。よろしくお願いいたします。さあ、本日のスペシャルゲストです、はい、タレントの大桃美代子さんです。よろしくお願いします。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 もう大桃さんはこの番組設立と同時ぐらいから、そうですよ、ずっとだってもうこれ4年5年やってるんで、長いお付き合いですよ、はい、準レギュラーですよ。でも、はい、その割には1年ぐらい私来てないわ、うん、いや違う違う違う。あの、僕でも去年一昨年ぐらいに大阪でちょっとね、はいはい、イベントでご一緒させていただいたりとか、ね、この番組が沖縄にロケっていうか行った時に出てくれたんですよ。沖縄まで来てくれて、ね、沖縄行ったんですけど、うん、その前がピョンチャンオリンピックだったんです。でピョンチャン行ってそこから沖縄に飛んだんでマイナス20度からプラス20度ですね。そうそうそう、25度ぐらいあったんですよ。すごかったですよね、あの時ね、体がねおかしくなっちゃったっていうぐらいのね、あのもう番組のお付き合いですからね、はい、あのぜひ今日もねお願いします。よろしくお願いします。ちょっと奈良さん、緊急事態宣言がまた延長ですよ。そうですね、ちょっと渋谷の街もだいぶ人はこの時間だとね減ってますけど、うん、皆さんねやっぱお家に帰りますよ ね、 ねしょうがないです、ね、うん、どうですか大門さん、感染対策的なところって。もう本当にあの手洗いとうがいと、うん、そして本当になんか洋服とかもね、うん、シュッシュッシュッシュとかやったりして、うん、まあ、自分でできることって限られてるじゃないですか。あとはもう家からあんまり出ないっていう感じ、うんうん、でも1ヶ月でなんとかと思ったけどダメでした ね、 したね、東京は ね、 ちょっとね、だいぶ今日も200人ちょっとっていうことで、うん、減ってますけど ね、 ね、まあそれでもね、あとワクチンが ね、 そう、ね、本当に希望ですから。打ちます？打ちますよ。打ちますか？打ちますよ。やっぱり打ちますか？ダメですか？いやいや、いいですよ。でダメなんですか？いいですよ。僕はワクチン打っちゃう。いいですよ。いいですか？順番的にはね、僕ら12月ぐらいなんでしょ。でもそうですよね、やっぱり医療従事者の方たちとか高齢者の方たち最初ですからね。大門さん打ちますか？私打ちますよ。あ、打ちますか？行きたいもん。まだまだ行きたい。行きますよ、まだまだ。これからですよ、人生。人生はね、まだまだこれからですからね。可能性にかけますよ、ね、でもこうちょっと今スポーツの方に目を向けると、こう2月開幕じゃないですか、はい、サッカーが、サッカーね、はい、でもこう選手がまだね入ってこれてないとかね、監督がまだ入ってこれてないって、入国できてないみたいなね、外国人の、ね、そうだからそこの入国制限が今かかってるんで、うん、まあ、もしかしたら
ね、監督がいないチームもあるかもしれないし、うん、まあ、選手も、まあ、そういうところ難しいと思いますけど、うん、まあ、今現状ね、うん、できることを、まあ、クラブも、まあ、選手もやってると思いますから、うん、まあ、しっかりと僕たちはねサポートしてあげれればと思いますね。急に真面目にね、サッカーの話でもあるわけなんですよ。でもあのズームでさ、あの監督できないんですかね、試合とかも見ながら、見ながらってこと、全部この あのラグビーみたいにデータでこう、あれダメなんですね多分今サッカーって、あのこ う上からの指示でこうインカムでとかってダメなんですか。上からは大丈夫ですけど、その分析はそこは大丈夫ですけど、うん、だそこのだピッチ外は無理だと思います、うん、ピッチ外はなんか聞かないですよね、うん、はい、だからできない、ピッチ外は無理だと思うんで。はい、あと大野さん、オリンピックが今ちょっともうこんなになってますけど、はい、ね、森さんの、はい、ね、もうね、発言がねまあ女性から見てもうね、あのそれはね、もうアウトでしょと思って見てましたけど、はい、あまりに打たれるじゃないですか、はいはい、多くの人たちから。そうするとまあまあまあそこまで言われるのね、気分になってしまうというか、今度はね、もうね、ほぼね、私ね、森さんはね、辞める気があるんだと思うんですよ、うんうんうん、みんな辞めない気だとか言ってるけど、うん、もうあそこまで言われて、何ですか、私降ろしたいんですかみたいなことを言ってるぐらいですから、うん、本当はもう自分はいいよっていうぐらいになってるけど、止められてるんだと思うんですよ。あ、そうですか、逆に止められてると思いますか。で、まあ時期を見て、うん、みんなでこう次の体制が整った時に、うん、自分はやっぱり引こうかっていう、うん、この決断と、まあ、あの会見が必要になるんじゃないかなと思いますけど、でもまあしょうがないでしょうねもうあの年の方をなかなかこう打たれてるのを見るとちょっとこう気の毒な気もしてくるんですよね。そうですね、もうなんかだってもう何年もずっとやってこられて、うん、最後のまあもしやるとしてもですよ、功績者ではあることは間違いないんですよ。そうです、間違いないじゃないですか。でもね、その立つ鳥跡を濁さずになるようにしたかったのに、ちょっとね、今ねだいぶ濁りましたけどね、相当濁りましたね味噌汁以上じゃないですか、以上じゃないですかね、本当に赤だしぐらいです。やってほしい、赤だしってのいや、味噌汁以上、赤だし、はい、どっち派ですか。何ですか。赤だしか、赤だしのなめこ派です。あ、なめこ入れたい派ですか。はい、僕なめこ派です。あの中京ですか、お育ちは。僕千葉です。はい、ちょっと待ってください、はい、話が脱線しますよいいんですよ、味噌汁は味噌汁なんです、はい、何ですか、何の話でしたっけ。オリンピック、はい、どっち派ですか。やってほしい派、まあ、やってほしい派っておかしいですけど、いや、もうやりましょうよ。やっぱそっち派ですか。やってほしいです。アスリートのね、やっぱり気持ちとか考えても4年に一度ですよ。でももうただ海外の選手の選考がまだ6割ぐらい決まってないんですね。今から7月に向けてね、選考レースっていうか、ね、てかみんな来る気がないってことですよね。そうなんですよ、もう今の状態見てますと世界的にはできないっていうね、まあ、まあそうイメージなのかもしれないですけどね、まあ、そこはもう IOC とか、はい、まあ、日本がね、うん、どういうふうに判断するのか、うん、もうそこしかないんじゃないですか。ちょっとこの辺の話は後ほどお聞きしていきたいというふうに思います、はい、それではオープニング曲どうぞ。ラチエンブラザーズで初恋ストロベリー。
ここからは今月のピックアップスポーツです。今月はちょっとオリンピックと J リーグを取り上げていきたいというふうに思います、はい、先ほど話した通りオリンピック、はい、ちょっとまあこうねどうなるんだろうというところですけどもね、はい、大野さんどうですか、こう今ちょっと注目している競技なんていうのあります、はい、この前、うん、昨日かな、池江璃花子選手表彰台もう泣きながら、うん、泳いで、うん、そして2位だったっていうことでまたね悔しがってた姿がすごく残っていて、うん、やっぱりオリンピック出たいよねっていう気持ちもねすごく伝わってきたんですよ。水泳すごく興味ありますね。なるほど、はい、だってこう3日休んだら彼女の姿見たいね、なんか1日休んだら取り返すの3日かかるとかって言われてるじゃないですか、スポーツって。あ、そうなんですか。そうなんです。競泳って。あ、そうなんですか。運動って大体そう言いません？そう言われるんですよ。1日休むと3日…あれ？おかしいな。もしもし、アスリートここにいる。いや、そんな…こんなかったですけどね。いや、多分1日休んだらあれじゃないですか。え？ 1 日休んだらなんですか。1日休んだら、もっと体戻すのに3日取り返さない、3日かかるって言われてるんですよ、スポーツって。何でも。あ、そうなんですか。でもこう、奈良さんとかはクールダウンっていう形で休んでるじゃないですか。はい、クールダウンっていう形で休んでるじゃないですか、はいはいはい、なのでまあちょっと違うと思うんですよ、意味合いが若干。だから本当に体を休めることも仕事っていう中の休みなんで違うとは思うんですけど、でも池江選手ね、もうね、なんか涙出ますよね、見てて。やっぱりそのストーリーがあるって、それをストーリーを知ってるから余計グッとこう肩入れしてしまうっていうところありますよね。あんだけ鍛えてる方が ね、病気になるんですよね。もうそれはね、まあね、しょうがないところがありますけど、でももうなんかね、足がね、うん、細いの、まあもともと細いんですけど、うんうんうん、で、これ病気をなさったからかなと思ってたの、うん、そんな、まあ、前からもめちゃめちゃ細い、あのスタイルで、うん、どんどんこう世界に挑戦してる姿っていうのはすごいなと思ってね、また鍛えてね、筋肉つけてきてるし、ね、素晴らしいなと思いますね。そうですね、もうやっぱりこう上がってくるんですね、才能って、うん、まあ、努力っていう才能もあるんでしょうけど、もともと持ってるんでしょうね。いやもうね、輝きが違いますよね、持ってる、本当才能が違うと思います。ラリーさんどうですか、サッカー以外でちょっと注目してるスポーツなんかありますか。サッカー以外で、はい、それはそうですよ、もうサッカーは注目してるでしょうけど、サッカー以外で、なんですかね、絞り出して陸上。お、どれ、400メートルリレーとか、100メートル、100じゃないですか。100、はい、やっぱり。それ海外の選手を注目してる。それでも日本選手が、そうですね、やっぱり日本の、そうですね、日本人選手がね、やっぱ9秒台、うん、でやっぱりこう初のね、やっぱり表彰台にぜひ立ってほしいなっていう。だそういう意味をね、こう考えるとぜひやってほしいなっていう、やっぱ可能性はね、やっぱりこうあると思うんで。無観客。無観客でもなんかやってほしいなっていうのはなんかすごくなんかアスリートのためにもやっぱこう、ね、さっきも言いましたけどやっぱ4年に1回じゃないですか、やっぱこれにかけてやっぱりその次だと、だ今ピークの人がやっぱピークじゃなくなっちゃう可能性があるじゃないですか、もうその4年後から、もう4年後ですもんね、はい、今ピークの人がちょっとこうね下り坂になっちゃうかもしれないんで、そういうことを考えるとまあぜひやってほしいなという、まあ、いろんなこう見解あると思いますけど、まあ、僕は願いたいですね。どうですか、お二人はチケットとか申し込みました。申し込みましたね、全部外れてしまいました。全部外れました。外れた。何を申し込んだの。私体操。同じく。あ、なんでなの。体操部だからね。私も体操部だからね。そのままです。何なのその偶然は。知らなかったよ。二人とも体操部なの。はい。体操ってどう何をするの。え、いや分かってますよ。女子の体操、男子の体操、どっちよ。女子の体操。女子の体操。あ、もう、うん。え、どういう意味、男子の体操ってどういう意味。違うんですよ、種目が。え、全然知らないの。知らないでしょ。体操と新体操ってどうですか。それは違う。全然違う。それは違う、なんかリボンとか使うのが新体操。機械体操ってことですか。あ、機械体操。機械体操です。ですね、はい、そこに男子、女子があるの。ありますよ。男子の場合は鉄棒なんですよ、うん、でも女子は段違い平行棒なんですよ、うん、あ、うんうん、分かりますでしょ、はいはいはい、飛び移ったりとか、ね、飛び移ったりするっていう、うん、そういう違いもありますし、アンバはあるけど女性は平均台があるのかな、うん、そうですね、男性は平均台はない、はい、男性はないんですよ、はい、うん、平均台って普通に歩くのも怖いじゃないですか。怖いですね、あれすごいですよね、無理ですよ、あんなね、
あんばって、あれ触ったことあります？はい、結構硬いんですよ。あ、へー、こうなんかすごいこうなんか柔らかそうやってるじゃないですか、うん、僕触ったんですけど硬いです。なんで触ったんですか？どこで触ったんですか？僕現役の頃に僕リハビリとかで、あそこの国立スポーツ、うん、ありますよね、はい、でそこでなんか触ったことあって硬いです。あんなの、はい、じゃあお二人は体柔らかいってこと？柔らかい方だと、もうやばいですガチガチになってきました。もうガチガチ、全然やってないから、やってないから。でもスポーツ選手って体柔らかかったらこう結構怪我しないって言うじゃないですか。そうですね、僕もだ現役の頃やっぱストレッチとか多めにやってましたよ、お風呂上がりに。硬かったんで、うん、あ、体ね、はい、なんか怪我のイメージあんまないですよね。でも確かに、まあ、大きい怪我はなかったですけど、うん、でおっさんになってちょっと膝の軟骨がすり減ったとか、そんなのありましたよ。それなんでなんですか？やっぱこうなんていうの、金属疲労でやっぱ膝とか負担かかるじゃないですか、うん、でその軟骨がすり減って、うん、いろいろそこでなんか手術したり、うん、なんか軟骨すり減るとちょっとなんか痛みがちょっと出てくるんですよ、うんうんうん、でそこでも手術しようっつって、おっさんになって3回ぐらい膝、うん、やっぱり内視鏡をやりましたね。あ、そう、そんなやっぱり、まあ、痛くはないんですよ、うん、全身麻酔なんで。でそこからやっぱ筋トレとかもうすぐですよ。だから 1,2 週間何もしないと、うん、すぐ筋肉、先ほど池江選手言いましたけど、うんうん、落ちちゃいます。でしょ、うん、1日休んだら3日かかるんですよ、戻すのに。なんかそこはよくわかんないわかんないのかい、はい、僕的には、はい、え、大森さんなんかスポーツやってます？今なんかこう、なんていうんですか、体動かしてます？私ね、ヨガやってたんですけど、最近ピラティスやったんですよ。で、ピラティスはマシンピラティスっていうのもあるんですよ、うんうんうん、どういう意味？タワーってね、タワー、タワーっていう高いこうね、上下するみたいなのとかもあるんですね。でそれで股関節をとにかくこう柔らかく可動域を広げましょうって言ってやってる時に、股関節を柔らかくするのに足首とあとももとあとふくらはぎの運動とかするんですよ。それでこの股関節を動くようにしていくっていう、うん、でもやっぱつながってるので、うん、そこだけやるっていうんじゃなくって、全部こう下からこういう足のかかとの上げ下げからやって、うんうんうん、そうやるとこの可動域が広がっていくっていう、そういうピラティスやりましたね。へ、それどこでやるんですか？ジムでやるんですか？ジムでやるんですよ。パーソナルでついてもらって、ついてもらって、でもすっごいきついの。嘘、ピラティスって知ってます？ピラティスさんって、こんな話していいのかな？ピラティスさんっていう人がいて、その人が大怪我したんですって。で、その人がもう寝たきりだったんですよ。寝たきりでどうやって自分の筋肉をつけていくかっていうのを寝ながら考えて、こうやったらここの筋肉はついてくる、こうやったらっていうのをやって、今の形 の、まあ基礎となるものができて、それをインストラクターたちが習って教えてるんです。人の名前なの？入り口は人の名前なんですよ。あ、そうなんですか。はい、って聞いたちょっと今ググってみようかなって思ったぐらいだけど、そうなんですよ。そうですか、はい、お二人はヨガとかやってないですか？私もピラティス好きで、ヨガよりもピラティスの方が好きです。そう、ね、テーブルトップとかね、テーブルトップ、テーブルトップとかね、なんだっけ、ニュートラルとかね、そうなりますね。そういう言葉が出てくるんですよ。あ、そうですか。それ男性もできるんですか？もちろんです、うん、ちょっと行きましょうな。や、紹介しますよ。簡単に言いましたね。紹介しますよ、うん、僕はいいです、うん、なんで、はい、行こうよ。ティラピス、ピラティス、僕いい、ティラピスみたいな、ティラティラピス、僕はもうテトリスです。テトリス。僕はそっちです。ゲームだ、ゲームだ。僕はテトリス。なんだ今年、あ、そう、Jリーグの順位予想やったんですか？順位予想、僕ちょっとスケジュール穴ってできなかった。じゃあここでちょっと発表してください。今。今。いや僕ね、うん、今年は、うん、僕の古巣が来ると思います。ええー、すごい。鹿島が来ると思います。1位？はい。あ、そうですか。今年はやっぱ創立30周年っていうことと、はい、まあ、ザーボさんが2年目で、うん、まあ、ある程度、まあ、チームは浸透してきたんですよ、うん、で今シーズンやっぱこう育成と、うん、まあ、結果に両立するクラブなんですけど、うん、外国人選手のやっぱりその新加入、うん、やっぱ選手のその なんですかね、比重とかそう考えると、うん、やはりちょっとこう結果重視に
とこう新加入組も取ってるなっていうのがなんかすごく感じたんで、あんまり選手入れ替えなかったですね。入れ替えなかったですし、はい、まあ、ある程度高校の選手、あとブラジル人選手が、うん、こういい選手も、うん、まあ、ピンポイントで入ってきてるんで、うんうん、今年は来るんではないかなと。まあ、フルーツとかそういう関係なくですよ。なくで、なくね、関係なく。ナイスは結構まあ関係なくこうちゃんと順位決めるじゃないですか。もうセレッソもね。セレッソね。はい、セレッソはどうですか。今回もね、はい、ロティーナね、まあ、はい、優待というか、ね、でクルピさんじゃないですか。クルピさんじゃないですか。クルピさんになって、まあ、サッカーもある程度、うん、まあ、少しは変わってくると思うんですよ。うん、まあ、選手もちょっと入れ替えで、うん、そうですね、まあ、かけない選手が名古屋行ったりじゃないですか。ね、まあ、そういうことを考えると今年はちょっと僕は苦しむんじゃないかなという、まあ、ちょっとまあ土台を作るところからまた始まって、はい、育成に力を入れるって言って風間さんをね、はい、呼んだりとかしてるじゃないですか、はい、でそういうところどう考え、あとほら坂本選手、うん、もう昨シーズンね、はい、やっぱ活躍しましたけど、しました、ね、ある程度やっぱこう研究とかもされてくると思うので、うん、まあ、そこをどういうふうに対応するのかっていうところは、うん、まずクルピスやっぱ日本知ってるんで、はい、まあ、J リーグ4回目ですよ、はい、そういうことも考えると、うん、まあ、やっぱりそこでうまく浸透すると、まあ、順位は上がっていくんじゃないかなと思いますけど、ね、うん、じゃあ優勝はアントラーズだと思います。2位はもうフロンターレでいいですか。2位は、はい、でもフロンターレ ACL あるじゃないですか、はい、でやっぱり ACL ってやっぱこうなんていうんですか、まあ、こうアジアとの戦い別なんで、うん、はい、別物なんで、うん、やっぱりこういろいろこうパワーも必要になってくるんで、うん、でまあ J リーグと ACL 取ってるチームはないんですよまだ、うん、あーリーグと ACL 取ったチームがまだないんで、うんうん、でまあフロンターレも ACL 取ってないんで、うん、だそこをど比重をどういうふうに取るのかっていうところも、やっぱあとは中村健吾選手が引退したんで、はい、そこのね、やっぱりこう、なんていうんですか、まあ、中村健吾選手っていうこの名前、うん、っていうやっぱりこう大きかったと思うので、メンバー流がね、はい、どうです、注目してる選手、今年注目してる、うん、だ僕結構徳島大好きな、まあ、サッカーやってるんで、で今年、まあ、東京ヴェルディから入った藤田ジョエル・チマ選手、うん、まあ若くて、うん、まあ、ボランチの選手なんですけど、まあ、この選手がまあ、ステップアップすると非常に楽しみだなっていう、うん、まあ、今年は変則で20チームですよね、はいはい、普段は18ですね。だから4チーム落ちるんですよ J1 も J2 も、今年は、ね、逆に言うとね、そういうところもこう厳しくなるんじゃないかなと思いますけどね、いろんな意味だから、昨シーズンはそのまあ降格なかったからいろいろ若手とか使えましたけど、うん、そこをね、監督さんとかどう判断するのかもね、うん、楽しみだなと。なるほど、はい、大桃さんと僕、あれですよ、セレッソとフロンターレの試合、優勝のね、見に行きましたね、あのセレッソのホームの時に大阪で、うん、片一方はフロンターレ優勝して、でも勝ったのはセレッソなんで、うん、半分ずつでなんか喜んでるみたいな、あ、そうなんですか、あの時あれセレッソの話いいですか。あ、全然いいです。セレッソの OB じゃないですけど、ね、南野選手から、はい、あ、サーサンプトン行って、あれ見ましたよ、僕も。あのシュート、はい、素晴らしかったですよ。え、あれなんで移籍したの。でリバプールでは、うん、まあ、出れなかった選手の層もあって、うん、やっぱ力もともとある選手だから、うん、やっぱりいろいろ考えながらその、まあ、リバプールの、うん、まあ、クロップ監督と同じこう考えを持った思考を持ったハーデン・ビットルっていう方のサウスアップトン行って、もともと力持ってる選手だから、やっぱうまくね、うん、浸透はして力をね、まあ、つけてくれると思いますし、うん、まあ良かったと思いますよ。なんかやっぱ出ないとね。出ないと。久保選手もそうですけどね。はい、やっぱ香川選手もね。そうですよね。ギリシャのパオクで。ギリシャですからね。はい、これから楽しみですよ。セレッソがオファーがしたみたいですけどね。まあでもやっぱまだね。もうちょっとやりたいですか。海外で、うん、中途半端だったところもあるじゃないですか。うん、これで帰ってきちゃうと。まだまだ。やってほしいですよ。大本さん新潟出身ですけど、はい、アルビレックス。アルビレックスどうなるんですか。どうですか。ですかプロから見て頑張ってほしいんですよ。頑張ってくれると思います。はい、まあ、なんかこうほらちょっとごたごたって感じがね。あ、ありましたね。いろいろこう、ね、ありましたでしょ。はい、あ、まあでも今年は僕も注目してる。チームなんで。あ、そうですか。あ、そうですか。嬉しい。あの今日私アルビレックスカラーで来てるんですけど、オレンジ色の。確かにオレンジや。はい。
あの勝ちの種ですよ。すごいビッグスワンね。ビッグスワンってすっごいいいスタジアムじゃないですか。いいスタジアムですよ、本当に、ね、でファンもあったかいし、うん、最高だと思いますよ。そのファンを悲しませないでほしいなと思うわけなんですよ、うん、去年は何位で渡さん。去年は、うん、真ん中ぐらいですね。スペイン人監督で、うん、まあ、ちょっとこう苦労したところもあったと思いますけど、うん、はい、まあ、確か2年目なんで、うん、まあ、あの鹿島と一緒で、うん、まあ、浸透していると思います、うんうん、まあ、今年 J1 は開幕戦、ね、2月26日金曜日、はい、川崎フロンターレと横浜 FC ということで、うんうん、ここも分かんないんですよ。19時キックオフなんですけど、はい、緊急事態宣言そうですよね、なんか出てるんでちょっとこう前倒しするかもしれない、うんうん、時間がどうのこうのって今日もね、なんかニュースになってましたけども、ちょっとその辺は分からない状況ですけどね、うん、なんかどっか解説は決まってるんですか。まだ決まってないです。決まってないですか。はい、まあ、これから質問で。お二人はどうですか、スポーツ、サッカーとか、なんかこうプロのスポーツを見に行ったら B リーグとかないですか。ないんですよ、私。私もないですね。なんで行こうなの。なんでなんでだろう。ぜひほら、まあ、女性なんで、今年9月にうん、ウィリーグって女性のサッカーリーグスタートするんで、ぜひ、ぜひ行ってください。行ってあげてください。行きましょう。行きましょう。口だけじゃないですからね。はい、よ報道で示してくださいよ。有言実行。でもこのスポーツグラデーションって、今、今年からあのフットサルバージョンっていうのもあって、女性がフットサルやるっていう。ね、その方がでもあの気軽ですよね、はい、人数が少なくて済むっていうのが、うん、あのフットサル5人なんで、その女性のフットサルのチームを稼働してて、一緒にフットサルやったりとかしてるんですよ、うんうん、で体を動かして、うん、そこにまあ美味しい商品というか、うん、体にいい商品を体の中から運動してきれいにしていきましょうみたいなコンセプトのもと立ち上げてるんですよ。それいいね。大門さんがいよいよ。じゃあそれあれですか、どうキャプテン。大門さんキャプテンで。いや私ね、意外とね、あのそんなに激しいものはできないので、あのアナリスト的な、はい、なんかこう統計とかを教えてもらったら頑張ってこう打ち込んでやる。何言うてもいいの。なんていうの、パソコン持ってやってるじゃないですか、ラグビーの人とか。そんな急に難しくなるの。分析とかやるってことじゃないですか。分析やってくれるとか。お前右行けみたいな。うん、あれはあこれから絶対仕事をもう。自由あります。だってうちのチームのメンバーどっちに攻めたらいいんですかって言ってるところが始まってる。、はい、ルール分かってないのに分析って。でも絶対これからどんな職業でも、まあそうですね、分析化は絶対受けます。ダメです、ね、必要です、ね、必要ですよ、ね、なると思います。 J リーグもだいぶ変わってきてるでしょ、分析、はい、その、はい、こうなんて言うんでしたっけ、あれ上がっていったり下がっていったりするの、なんて言うんでしょうか、なんていうの、そのデータとか、データでこう、はい、ほら走行距離とか、はい、数値とかスプリント回数とか、スプリント回数とかね、だから選手はサボれないですよ、ね、全部数字で出ちゃうんで、どこで測ってるんですか、あのそれいろいろこうこういうとこなんかつけてあるんですよ、首に、首っていうかなんかあるんですよ、どこに、いやつけられるのが、なんか ブラジャーじゃないですけど、うん、なんかそういうのつけるってるんですよ、そうそうそう、男性用のインナーについてたりするんですって、そこになんかついてて、それセンサーがついてて、はい、自分がどんだけ走ったかとか分かっちゃうの、どこに行ってるかとか分かるんですよ、面白い、はい、90分間だから走行距離も今年、うん、今回の試合全部のチームの中で一番動いてた選手は誰とかっていう、うん、データで出てくるんですよ、うん、すごい。だからといっていいわけではなくて、別に全然動いてない選手が3点取ってる可能性もあるし、それもね、当然動けばいいっていうわけではない、うん、いやでもスポーツそうなってるんですね、今あの走ってる人たち、その第一線で出てる人たちにそのまあ測れる機械つけて走ってもらってデータ取るっていう、今もそういう時代、本当にサッカーですらそういう時代なんで、でアメフトとかもすごい、ね、進んでる僕イメージありますけどね、ありますね、こうね、なんかつけて、はい、上からこうあでこうでみたいなね、はい、ありますけど、ね、あのアメフトのコーチしてる人が知り合いで、うん、昔アナウンサーやってた方なんですよ、でも知り合いな、で有馬さんっていう方で、うん、その方はやっぱりこうインカムつけて、うん、で、あもうデータ見ながらやるって言ってて、え今度その話してくださいよって言ったらいいって言ってたので、うん、あこちらにどうですか、あちょっとじゃあぜひご紹介しますよ、はい、はい、あのいろいろ話をね、はい、私スーパーコネクターなんで、あいろんな人に繋がってるっていう、さすがさすが、はい、若い子はね、あの10代から、はい、あのね今ね10歳の、うん、エストニアで起業した女の子まで知り合いだった。この子絶対世の中出てきますから、もうすごい起業家。ちょっとこの後韓国の商品をちょっと紹介するコーナーですが、楽しみです、お願いいたします。一番得意ですから、はい、はい、ぜひね紹介していきたいというふうに思います。では続いての曲どうぞ。ザ・ジャイブスで
I'm Crazy About You。 うまいです。明三好製のこの商品にアシス ト, シストということでですね、前回奈良瀬さん、はい、ティルティルさんのこの消毒液、はい、持って帰りましたけどどうでした、はい、使わせていただいてます。どいいですか。やっぱりすべすべです。すべすべ、はい、肌もすべすべ、すべすべです。除菌もできた肌もすべすべということでですね、はい、今回さらにですねこのウェットティッシュタイプが出たということで、はい、かわいいでしょ。かわいい。ね、持って帰ります。持って帰ります。はい、使ってもらえ。今月も持って帰ります。はい、そうです。ちょっと簡単に商品の方を紹介していただきます。どうぞ。本日紹介するのはティルティルプロテクションティッシュです。以前ここで紹介した韓国コスメメーカーティルティルの除菌アイテムの新アイテムです。通勤通学や外出先で気になるときに素早く使えるアルコール 62% の除菌アルコールティッシュです。肌の鎮静と健康に有効な自然由来成分であるツボクサ、アロエベラエキスを含有しているので、さらっとしながらもしっとりと仕上がります。コスメブランドならではのアイテムです。はい、ということで、これちょっと使いますか？このサーケル。はい、ありがとうございます。はい、なんかパッケージがすごく可愛くって、ちょっと青系の色と白系の色が半々になっている、そういう感じのね、パッケージで。韓国の製品って本当パッケージ可愛いんですよね。孫さんだって韓国めっちゃ行ってるじゃないですか。はい、でもほら今行けないじゃないですか。今行けないですよね。だから、うん、すごい出てきた。何枚出してるどんだけ除菌ですか、ね、です出す出しすぎやからそれ。もう半分以上。いやいやいや出しちゃったもんね。じゃあちょっとしょうがない。30枚ですから。すごい、はい、あのねエタノール 62% なんですね、うん、はいはい、だから結構匂い嗅ぐと、うん、おっとエタノールだねっていう、はいはいはい、匂いはするんですけど、はい、今ほらこれぐらい強いのが欲しいですよ。これぐらい強くないとね。でもねさらっとした感じですね、うんうんうん、エタノールの匂い大好きなんですけど、100でもいいです僕。へえ。そういう僕大好きなんですよ。そういういますよね。いる、はい、で僕注射の前にこう塗るじゃないですか。そういう感じですよね。これねあれ大好きなんですよ。だ注射は好きじゃないけど、うんうん、あれで拭いてくれるんですか。あの瞬間が好きってことね。そうあの瞬間がね、あの匂いがふわってくる、たまらないですね。あれ見せる三好は好きですか。いやそんな好きです。そんな乗ってきてますよ。乗ったけど。あ、いいですいいです、はい、ね、スッとしますね。これ30円入って440円。すごいわかる皆さん。わかるでしょこの注射注射されるでしょこれ、うん、ねですね。うわこれ可愛いから女子は。そうそう、これバッグに入れて置けますよね。持ち歩ければ全然可愛い。ご飯食べるときに自分の手拭いて、うん、そのテーブル拭いてとかできるので、うんうん、
こういうのあるとね、お前旅行行くときもすごい便利なんですよ ね、これぐらいの大きさだと。で、その他にも今回、前回はね、このボトルタイプというか、はい、ゲルタイプ紹介したんですけど、はい、その他にもこんな、これ、こんなあるんです。これって多分あれでしょ、カバンにカバンに引っ掛けるやつでしょ、あのリュックとかね、つけて女の人これすぐ掛けるやん。あれ、なんであんな引っ掛けるのこれ。ダメ、すぐ使いたい。カジさんは男引っ掛けてるもんね。男、あ、それはまあちょっと言わないでいただきたいところですけどね。引っかからないんですよ、なかなか。それがなかなか引っかからない、困ってますよ、最近は。これ、ちょっと待って、あ、こういうことね。そうそう、バッグにぶら下がれるような、うん、そのクリップみたいなのがついていて、うん、そしてあのちゃんとね、あの手でこう出せるように、うん、ひっくり返った形になってますけど、うん、いざという時にパッと使えるのいいですよね。今回はもう大門さんが全部説明してくれる。いや、そうなんです、もう助かるんですよ。これちょっと大門さん、これもありがたい。いや、もう、あ、どうぞどうぞ、お仕事してください。僕はもう、もう先週ね、はい、先週ね、もう聞いてるだけです。え、何ですかこれ。これがジェルタイプなんですよ。ジェルタイプで、チューブ型の、うん、あの白いね、パッケージのトゥリトゥリテルさん、トゥリテルさん、はい、テルテルさん、テルテルさん、テルテル、テルテル、ちょっと会社がなんか今回ね、そうですね、テルテル、はい、まあ、このテルテルなんですけど、あまりまだ日本では有名じゃないブランドなんですが、2017年に人気インフルエンサーのイユビンさんが立ち上げたコスメブランドですね。で、輝きと光彩があふれる肌へというテーマブランドなので、植物由来の成分が推しです。すごい。で、まあ、ブランドの注力アイテムはやはりスキンケア。で、敏感肌でも使えて、水光肌にというあの口コミが広がっていたところに、2019年に韓国でも日本でも大人気 の俳優パクソジュン。パクソジュンって知ってます？知ってる。有名だよ、パクソジュン。ね、前回ね。ちょっと噛んだでしょ。噛んだ。パクソジュンって言えなかった。パクソジュン出なかったですもんね。言えなかった。ね、言えなかった。誰かもわからへんし、パクソジュンって何や。そうですよ。有名なの、ね。有名です。知らないでしょ。え、知ってますよ。知ってます、もちろん。ミヤさん、大丈夫。僕知らない。知らない。大丈夫。僕分かった、いつも。大丈夫。大丈夫。そのパクソジュンさんをブランドモデルに起用したことで、はい、さらに知名度が上がったっていうことなんですよね。パクソジュンさんって男性ですよね。そうです、そうです。うん、男性なのに女性の化粧品になる、うんうん、韓国ほぼそう、うん、男性が女性の化粧品のキャラクターになってるんですよ、うん、その方がウケるの。え、なんで？女性が買うから。男性、その男性が扱って好きだから、好きだから買うの、うん、そうなんですよ。あの女性になりたいじゃないんですよ、うん、しかもだあの男性なのに美肌なんですよ、韓国の俳優さん。真っ白ですもんね。すごい、はい、僕もちょっと最近ね、白くなりたくて、あのめっちゃ凝ってます。やめとき。なんでやめとくの。なんかない、なんか僕メンズのその化粧品とかすごい最近。あ、でもあの男性化粧品はやっぱ売れてるって言ってましたよ。うんうんうん、そうでしょ、うん、だからもうすごい今売れてるんですって。うん、それちょっと美にビューティーに目覚めて。ビューティー。おかしいな。どこ目指してる。何や何や。いやいや、どこ目指してんだろうなって。どこ目指してるんだろうなっていうね。はいはい、いやでも45でも頑張ろうっていう。そうですね。年齢関係ないですから、ね。年齢関係ない。見た目大事ですよ、うん、あのね、メラビアンの法則ってありますけど、うん、あの見た目はね、うん、9割っていう、うん、あの本がありましたけど、はい、あれの元になっているメラビアンの法則っていうのがあるんですけど、うん、あのまず視覚が 55%、うん、で耳が 37%、うん、で あとその他はあの話の内容ね、おうおう、話の内容とかたった 7%、8% なの。そんなにしかないの。そう、だからどんなに喋って素敵な話しても、うん、その人の見た目が良くなかったらあかんよって話なの。なるほどね。全部ずっと喋っててあかんってこと。そう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 。三好さん、はい、ダメなの。よく頑張ればモテるんかなと思ってずっと喋ってでもダメなの。なるほどね、はい、見た目がね、タイミングですよ、タイミングとね、はい、タイミングね。そうですよ、あとは見た目ね、見た目、はい、タイミングとハプニング、はい、まあ、ハプニングだらけじゃないですか。番組はね、ああ、ハプニングだらけ。三好さん人生ハプニングでしょ。違いますよ、僕は。そうなんだ。三好さんの人生ね、綺麗な人生、もうハプニングだらけ。ということで、これね、本当にぜひ持って帰って、うん、素敵ですね、可愛い商品です。持って帰ります、今回も。どれ持って帰りたいですか。え、いや、これ持って、この間持って帰ったじゃないですか。あ、だからちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃいやつ。三好さん、あれ、これあのリュックにかけたやん。え、だって女性は可愛いですけど、うん、おっさんは可愛くないから、いや、いいんですよ。このデザインならいけそうですよ。いや、青で、青ですもん。大事です、ま、これは僕、だからそのちっちゃいやつ、これ、可愛いよね、これも、はい、うん、これぜひ、はい、これどこで使うんですか。
どこで、うん、だ大門さん説明してくれましたけど、うん、やっぱ食事外で食事とか、うん、いろんなところで、うん、やっぱ除菌したい時に、うん、手とかね、そういう、そういうところで使うんです。いいですよね。これぐらいのサイズがあると、すごい持ちやすいです。うん、いいですね。でもお手頃ですよ。お手頃価格。てるてる。ね、これぐらいだったらいい。ブランドの俳優な誰でしたっけ、イメージ。パクソジュン。おお、さすが。パクソジュン。さすが。よ、綺麗な肌してるよ。パクぐらいなんですか。パクさん。まだね、平気行くか行かないかぐらいですよね。あ、そうなの。うん、まだ若いですよね。はい。え、なんで韓国そんな好きなんですか。私ね。あの韓国の俳優、どれぐらい時間あるの、それによって、あと3分ぐらい、あのね、韓国の俳優さんとあのインタビューするって韓流ブームが来た時に、それでインタビューすることがあって、それであの冬ソナが始まる時に番宣番組をやったんですよ、NHK さんで。でそれからあの韓国ドラマが好きになって韓国を好きになったんです。へえ、ランさん試合で行ってたでしょ、結構。あ、そうだ。結構じゃないですけど、はい、でもあの遊びで行ったわけじゃないんで、ね、はい、何にもないですよ。でもきつかったでしょ、結構ね、あの国を挙げてみたいな感じで、やっぱりね、韓国戦はね、向こうはね、お互いね、まあ、戦わなきゃいけないから、そうですね、ピリピリ感っていうか、うん、まあそういうところは、僕そういえば雰囲気好きなんで、でも、あ、逆に、はい、結構あ、むしろその方が、はい、なんかこうモチベーション上がるというか、うん、はい、そういうところの方がこうメラメラするところが、すごい、はい、すごい勝負師ですね、さすが、さすが日の丸の強さちゃうな、ね、多分人違いだと思いますね。その方はその方はね、方え、あれなんですか、こうどうなんですか、今は日韓戦って昔ほどバチバチじゃないってこと、やっぱりまあ、こっちに来てる韓国人いるじゃないですか、いっぱいいますよね、J リーグに、うん、昔ほどそのなんかメラピリピリ感はないと思いますけど、なんかそこはなんかちょっと僕的には残念かなっていう、あの方がまあお互いやっぱりこう切磋琢磨してライバルがある方がこう上がっていくっていうイメージはありますよね、はいはい、でそういうところでこう両国がやっぱこうなんかこう上がっていく、うん、そういう雰囲気はありましたけど、まあ、その友好関係も大事ですけど、うん、まあ、サッカーは違うやっぱり勝負なんで、ね、うん、やっぱピッチ内でそういう、こうピリピリ感はなんか出してほしいなっていうのはね、すごく感じますけどね。でもやっぱこう今国際大会試合がないじゃないですか、はい、ね、カタールの、ね、ワールドカップの予選もちょっと止まっちゃってるしね、はいはい、やっぱこう J リーグも楽しいですけど、やっぱ日の丸サッカーだけは日の丸を背負った瞬間にこうちょっとスポーツじゃなくなってくるじゃないですか、うんうんうん、J リーグは J リーグ楽しいですけど、はい、場の雰囲気もう一回持ってきたいですよね。まあそうですね、うん、まあね、先のことがね、まあ、見えない現状なんで、うん、なんとも分からないですけど、やっぱりね、日本代表試合見たいです、僕も見たいですよね、うん、はい、本当にね、はい、もう早く早くね、ワクチン、ワクチン、はい、ワクチンですよ、はい、もうワクチンみんなで打ちましょう、本当に打ちましょう、どんどん打ちましょう、はい、5分くらい打ちましょう、はい、ここで本当にもう日常がね、はい、早く戻ってきてほしいです、いいですよね、はい、ちょっとサッカーとかね、はい、スポーツは、あとオリンピックがどうなるかっていうのはね、今後注目していきたいというふうに思います、はい、ではここで一旦 CM です。私たちロップスは元サッカー日本代表選手を講師に迎え、小学生を対象としたサッカー教室を開催しています。考えて表現するを基本方針として、子どもたちの未来のためにサッカーを通してさまざまなことを学んでほしい。一流の選手からサッカーのプレーばかりでなく、さまざまなことを体験し感じてほしい。そんな思いを込めて、私たちはサッカー教室を用意しました。その場を名付けて坂の場。ロップスはこの坂の場で、子どもたちの未来を原動力に、学びと表現力、そして感動を提供していきます。今日もありがとうございました。ありがとうございました。なんでそんな一泊空いたの。ちょっと間開けてみました。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。ね、まあ、まさか先月、はい、ね、緊急事態宣言終わってるよねみたいなことを言ってたんです、ちょうど、はい、2月今日8日なので、はい、7日までの予定だったじゃないですか、はいはい、がよっしゃもうこれで晴れて、うん、解けたよねみたいなところで始まるよねっていうのを先月言ってたのが、残念ながら延長ということで、うん、でもちょっと段階的に解除していくっていうのをね、今日ちらっと言ってましたよね、うん、
そうですね、うん、でも飲食店の方々はね、うん、待っててまたがっかりっていうところがあるんだろうなっていう気がしますけどね。両極端なんでしょ、だって1日6万でしょ、うん、っていうことは6万の利益が出るところって結構ないところもあったりとかするから、うん、よう旅行やとかね、車買うとか言ってるところもあれば、うん、もう逆にね、当然もう全然何だって家賃が200万とかね、そうそうそう多いですからね、東京、そう東京はね、そうじゃないですか、うん、だからちょっと一律っていうのをね、どうなんですか、本坊さん、これその辺、ね、システム、そうね、でもまあ私たちの税金なので、はい、まあお国の方がちゃんと使っていただかなきゃいけないっていうところがあるので、うん、全てね、その人大変だからっていうのも、うん、もうなんかこう個別にね、ちゃんとしたことができたらいいんでしょうけど、難しいですね。いや、ほんとね、うん、奈々ちゃんだって僕らもね、サッカー教室できないじゃないですか、1月できなかったしね、本当だね、イベントが、ね、先月ね、だからね、2月になって解除になるかなと思ってサッカースクールできるかなと思ったんですけど、ね、またできないです、はい、ね、難しい、はい、子供たちと笑顔でサッカーしたいですよ。そうなんですよ、はい、あのね、子供たちとサッカーやるとね、もうすっごいもうみんなうずうずしてるから、めちゃめちゃ楽しんでやってくれるんでね、あれよね、だから親御さんたちもやっぱサッカースクール、やっぱりこう、うん、なんていうんですか、子供たちの笑顔見たいじゃないですか。そうなんですよ、はい、でそういうところをやっぱ考えても、うん、やっぱ我慢してる人はいますし、うん、ね、やっぱりもう少し、もうちょっと我慢が、もう少しですか、はい、今日は200人台ということなんで、はい、下がっては来てるんで ね、みんな頑張ってますよ。いや本当ね、もうだって渋谷本当今ね、うん、多いと言いながらやっぱこの時間いないですよ、やっぱり、うん、ないですよ、車だって少ないですよ、ね、少ないですよね、まあ、これをまあもうちょっと我慢していただいて、はいはい、ね、そうですよ、今我慢しないとオリンピック開催できないですから、うん、ね、ここですよね、はい、ここでアシャシャシャってなってね、ダメです、ここでもうちょっとですね、50人ぐらいとかね、もう一桁まで減ればもうなんとかって言ってますけど、なかなかですよね。もう何回も言ってますけど、ワクチンです。ワクチンね。もうそこが。もうちょっとですよね。はい。韓国はもうね、承認許されて、そろそろ打つっていう話もなんか出てた、ニュースになってたりとかしてますよね。ね、韓国の人に聞いたら、はい、なんかマスクしないで出かけたら罰金1万円ぐらいな感じなんですって。あ、そうなんですか。厳しいらしいんですよ。で、もし、その、自分が感染してしまうと、うん、全部情報どこに行ったとか、あと電話も家にいますかっていうチェックがかかってくるらしいんですよ、でその時出ないと、うん、やっぱりこうまたっていうことがあるらしくって、中国なんかもうだって人がご飯食べてんのをチクったらお金もらえるでしょ、ね、なんかね、日本ってそういうところ、まあ、いいところでもあるかもしれない、うん、ちょっとこう、うん、緩いじゃないですか、難しいですよね、うん、もう本当にこうね、まあ、自主性なんで、そこをどういうふうにね、お国の方々が判断するかで決まると思うんですけどね。そうか、そう言えませんあ、言わないんですか、今日断言します。あ、そうですか、言えません、言えないんですか、はい、もうペーペーですから何をおっしゃるんですかいつもね、僕が言えることじゃないですよ本当に、まあね、ソルジャー人なんで、ちょっとまあ、来月は多分解除されてると思うんで、3月8日ですから次回、はい、3月7日までっていう話ですから、うん、もうなんかちょっとこれね、イエーっていうね、いい話がね、テンション上げて、しかも3月サッカー教室できるかもしれないです、はい、ね、大門さんがいよいよサカノバの女子の方、はい、スポーツグラデーション女子分析、そうそう、分析で、ね、タブレット持ってね、タブレットだけ持っていきますね、はい、来てね、何してんやってね、わからないですけどね、ちょっとまあスポーツやりたいですよね、やりたいです、体を動かしてね、はい、サッカーやりたいです、ちょっと、まあ、子供たちと来月明るい未来を信じてね、はい、頑張っていきましょう、はい、ということで再び来月3月8日にお会いしたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。